した様にノアとノアの友達と私と3人で踊ったベイベイ恋にノックアウトの踊ってみたハロウィンバージョンをお届けいたしました。この動画はですね、ベイベイ恋にノックアウトの準備をしていくっていうところを今ね撮影してみようかなって思ってます。なのでざっくり言いますとメイキングです。踊ってみたをするにあたっての衣装を買ってきました。ノアの衣装とノアの友達の衣装と私の衣装と3着買ったんですけど、ノアとノアの友達高校生チームはお揃いの衣装です。見てお揃い、お揃いね。めっちゃ探したよね。やばいよね。めっちゃ探した。同じお店に何回も行って本当に恥ずかしかった。超恥ずかしかった。めっちゃ可愛くない？でちょっとこれだとあの肌の露出がね多すぎるから、耳付きのフードがついてる、結構ねハードな感じなんですけど、フリフリとかがついてて、こっちは肩がちょっと開くタイプで、これも耳がついてます。ナポーレの一番下の地下の一番手前の店、一番そう入ってすぐなんですよ。あ、ここなんか知ってる。え、ま、ま、まい、まい、まい、まじい、まじい、魔女だって、魔女っていうお店。衣装としてはすごく可愛い。私は本当はこれノアたちに、ノアにいいじゃんって言ってたんだけど、ノアはこっちがいいって言うから、じゃあ私がこれ着るねっつって。めっちゃセンターにいますよみたいな、もう私がセンターですみたいな服で、こういう首ね、すごい首出ちゃって色々で、見てノアたちより若いよ。可愛くない？一番露出高いんだよ。そうなの、そうなの。やばい、なんか多分やばいと思うんだよね。全部出ちゃってるんだよ。最悪パーカー化して。やばいと思う。やばいよ。一番若いよ。私が短い。これマジで可愛いんだよ。靴、これシーンで買った、シーンで買ったブーツ。でも入んない。これ一回履いてみ。いや意外とおいちい。そう、意外とおいちい。でもだったらじわるじわる。マックをバシーが買ってきてくれたので、マックをみんなで食べます。私がスパチキで、サー君がチキン。今日の流れは今からお昼を食べてゾンビメイクをしていく。なんか今ノアとノアの友達の会話の中で、バシーは何歳だって話で、ママと同い年に見えるみたいな話になって、え、それはどう捉えたらいいのみたいな。私はもうマシオイエーイってなってんだけど、マシーは私の4つ上の40歳です。私はもっぱらスパチキです。いやいや全然映ってるから。あ、映ってる。一番ダサいやつ。
グラコロの時期はグラコロ食べたいの。分かる。もうそろそろグラコロ。もうそろそろなんで多分。月見終わったらグラコロだ。そうだよね。今月見だからグラコロじゃないの。もうすぐ来るよ。グラコロの時期が。私は毎年何個グラコロを食べられるかをね楽しみにしています。美味しいよね。美味しい。あのパンが美味しくない？美味しい。グラコロのパン。今日の私のメニューはスパチキとカレーうどん。なんとも不思議な組み合わせ。ポテトは頼んでない。ナゲットは15ピースを買ってみんなで分ける感じですね。今日は時間がないんです。ノアが今日夕方からダンスがあるのでそれまでに全部を取り終えないといけないという感じで、起きたらさ、セイの部屋がさ、またセイのね部屋がさ、ご飯のお椀と昨日の夕飯の、ま、唐揚げとかのお皿が残ってて、で納豆も食べてんの。私の部屋の布団とかも全部 こんな山積みになってそこにこう乗っかって寝てんの。え待って、本当にやめてと思って。とりあえず怒るじゃん朝。とりあえず学校だからっつって急いで準備させて出発させて、はぁと思って、じゃあ洗濯でもと思って洗濯機の前に行ったら、洗濯機の前にだよ、洗濯機の前にだよ、納豆のタレの袋が落っこってんの。使い終わったやつで、で踏んでんだかなんかで出ちゃってて、残りのタレが、うん、えどういうことと思って、で次もうと思って、今度パントリー通りながらキッチンに行こうとする、パントリーのところに納豆のケースが、どういう経路で行ったんだいって思って、マジで意味が分かんないっていうさ話。この調子で喋ったら絶対食べる辻に使わないとメイキングじゃないよね、もうね。もうメイキングのボリュームじゃない気がしてきた。おかえりなさーい。上が全然隠れてる。やばい、髪やば、なびいちゃった感じ。おかえり。ゾンビメイク、ここからティッシュ貼って血のにこっちやるだけだから、顔をやっていきましょう。こちらのアイプチと血のりティッシュ、こういう感じのパレットがあるから、赤と黒をこう混ぜてあざっぽくしていきます。顔に傷を作っていきたいと思います。ワイダーマンのここ取れる、ちょっとこうアイプチ貼った上にこれをティッシュを、できるかな。え待って、私合ってんのかなこれ。これゾンビの傷、傷作るから。ゾンビが、うん、ちょっと赤が発色良すぎてる。ちょっとついてる。塗ります。いくよ。液体っぽさがない。あ、この血のり。前の方がうまくできた気がする。全然つかない。とりあえず傷。口裂くか。口を裂くのも黒と赤だよね。多分。どう？もう余地がない。かわいい。やだね。かわいい。かわいい。かわいい。はい、とりあえず来ました。本当に大丈夫かしら。やばいかもしれない、やばいかもしれない、やばい人じゃん、うん、とりあえず髪の毛を下ろしました。とりあえずこんな感じかなと思います。タン君入ってきてよ、あの乾燥のさ、なんかうちらの間あるじゃん、ちょっとした間があるからさ、うーみたいなさ、ちょっとワンシーン入れようよ、せっかくなら。めっ
ちゃ殴られた。めっちゃ殴られた人になってるよ。一番殴られちゃった人になってる。じゃーん、我が家のゾンビにご登場していただきましょう。どうぞ。下もいい感じに準備をしてくれてるそうです。めちゃめちゃ可愛い。よきよきよき、超可愛くない？めっちゃ可愛いじゃん。可愛くない？はい、ということでこんな感じでバッグセットが完成いたしました。バッシーといっちゃんとババがすごい頑張ってくれて、こんなに素敵なセットができました。せーの、バッシー、うん、行きましょう。せーの、終わりまして、お疲れ様でした。ベイベー恋にノックアウトを見ていただき、撮影の様子などをねお見せいたしました。皆さん素敵なハロウィンをお過ごしください。トリックアトリートということで、今年はもうほんとずっと私がやりたかった高校生に混ざってダンスを踊ってみました。プチモニにも入りたかったんですけど、やっと踊る夢が叶いまして、私的にはすごく大満足かなと思います。この動画がいいなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あと残り数時間かと思われますが、皆様素敵なハロウィンをお過ごしください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。またここで皆さんにお知らせがございます。なんと現在こちらのコラーゲンモイスチャースキンベースがですね、全国のロフトさんにてお買い求めいただけるようになりました。ありがとうございます。こちらのスキンベースはですね、美容液なのに肌を綺麗に見せてくれる美容液下地となっております。1本で保湿、張り、ツヤケア、毛穴カバー、トーンアップをしてくれます。もうね、本当にこれはもうウォーターって感じで、もうみずみずしくって伸びもよくって、つけた感じもすごく気持ちいい使用感になってるので、これからの時期ね乾燥すると思うんですけど、保湿すごいしっかりしてくれるので、ぜひこれからの季節めちゃめちゃおすすめアイテムとなっております。ロフトの店舗の方ではこのスキンベースをお試しいただけるようにテスターも用意してございます。この商品はですね、期間限定販売になってるので、ぜひお近くのロフトをチェックしてみてください。そしてなんとですね、こちらもびっくり、10月末よりじゃん、こちらのイリュンのパックなんですけど、こちらがなんとドン・キホーテさんで発売することになりました。めちゃめちゃ嬉しい。これはですね、1枚売りから7枚の箱売り、そして店舗によっては1枚ずつのパックの入ったイントロセットも発売になるそうです。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。なのでもうちょっと身近にイリュンを感じてもらえるかなというところで、まだまだ
使ったことないよっていう方だったりとか、見たことあるけど使ったことないなっていう方とかは、ぜひね、そのイントロセットだったりとか1枚売りから試してもらって、自分に合ったパックを見つけてもらえたら嬉しいなと思っております。取り扱いの店舗に関しましては、イリュンのサイトの方からぜひチェックしてみてください。はい、ということで、これからね、今まで使ったことない方にも、もっともっとイリュンっていうものを広がっていただけるように、今後もいろんなアイテムとか開発していきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、私もね、ドンキだったりとかロフトさんに行って見てみたいなと思っておりますので、皆さんもぜひ足を運んでみてください。ということで、以上、私からのお知らせでした。バイバイ。